ください。ゆき子、どうしてダメなんだ。どうしても何も。としゆき君はお母さんが亡くなった後、初めてお父さんが好きになった人なんだ。お父さん、お願いします。二人を認めてください。どうかお願いします。二人を愛し合っているんだ。ちょっと待って、お父さん、いつからそうだったの。いつからか、それは私にもわからない。しかし、毎朝の通勤電車の中で、なぜかいつも彼と目が合い、そして初めて微笑みかけてくれたその時に、待って待って、何かが変わったんだ。いや待ってってば。え、お父さんがそうだったってことは、え、お母さんとの結婚は何だったの。お母さんは何だったのよ。お母さんは何だったんだろうな。ちょっと、え、じゃあさ、お母さんとの間に生まれた私は何なのよ。愛は娘だよ。いや、そうじゃなくて、そしてこの人は大切な人だよ。やめろよ、本当にやめろよ。なんでだよ。何言ってお父さん、どうしちゃったの。どうもしてないよ。まあ、強いて言うなら恋しちゃったんだ。おい、おい、本当におい、愛しちゃっただろ。やかましい。なんだよ。何言って、おかしいでしょこんなの。ユキコ、人を愛する気持ちに正しいとか間違ってるとかはないんだ。いや、これはさすがにさ。何を気にしてるんだ、世間でばっか見た。いや、気にするでしょこれは。あなたは何をだ。いや、こういうのはダメってことになってるでしょ。具体的に何がダメなんだ。いや、世間的にまずいでしょ。どこが。いや、だって相手男じゃん。男だよ、男の中の男だよ。お前だろ、お前には負けないよ。これスルーするけどさ、お父さん、なんでお父さんが男の人好きになってんの。お前だって男の人好きなんだろ。それと同じじゃないか。性別が違うでしょ。愛に性別なんて関係ないはずだ。お母さんはどうなんの。あの時はどうかしてたんだよ。そうしよう。え、男女両方とも好きとかではないの。ああ、今男しか、いや、こいつしか愛せない。オーエバーアンデバー。うるせえな。タケトがタケっているところ。何を言ってるんだ。ないけど
想像でしかないけど想像もするな。あるためにタケトさんのタケトはタケっていうぞ。私だって見ようと思えば見れるもん。だけどタケトさんのタケットタケトを食べたことないんだよ。ややこしいな。このタケガキにタケ立てかけたのは俺だ。ずるい。ずるいってなんか。じゃあ最後のどういう意味だ。私もお父さんが落ちる。とうとう行かなかったら栃木なんか途中から言い換えてわけわかんないよ。指をしゃぶるな。僕たちは深い関係なんだ。私なんて長く一緒にいるもん。僕たちは愛し合ってるんだ。私らなんて血がつながってるもん。どこがダメなんだよ。どうせ他人でしょ。普通他人なんだって恋人は。つながっている。あ？俺だってタケトさんと血がつながってるよ。な、何言ってるんだ。負け惜しみ。俺もタケトさんの子供なんだよ。はぁ、あ、ちょっと黙ってたけど、そうなんだ。待って待って、絶対意味が分かんない。え、どういう意味？分かんなかった。うん、俺も最初は言うべきじゃないと思っていた。どういうこと？分かんない。え、どういうこと？どういうこと？こっくりじゃないですか。何の話だよ。お父さん、まさか隠し…そんなわけないじゃないか。俺も知らないよ、そんなの。ひどい。私がいながら、外で他の女と。違うっていうか、母さんの立場もせんぞ。何か別のみたいなポジションが重なってるんだよ。じゃあ、女がいたのは本当なのね。俺も分かんないんだって。だってこの人はそう。喧嘩をやめてくれ。僕のために争わないでくれよ。お前がわけわかんないこと言うから。父さん、父さん、ほら、そして母さん、ええ、お母さん、両親が喧嘩してるところは見たくない。どういうこと？白状します。僕は2038年の未来からやってきた2人の子供です。はぁ、え、じゃ、え、子供、はい、いや、てか、あの、ここの間に子供がってか、え、未来人、え、おかしいだろう。もらえませんか。いろんな目で信じられないよ。これが証拠です。あっちで母さんに渡されてきました。これは私とお父さんだ。その抱かれている赤ん坊が昔の僕だそうです。合成かなんかじゃないのか。5歳の僕と母さん、10歳の僕と母さん、15歳、20歳。だんだん今と近づいてきた。これで分かっていただけたでしょう。僕はあなた方2人の間に生まれた子供なんです。一個聞いていい？いや、いっぱい聞かなきゃいけないことあるよ。私とお父さんは結婚できるのね。まずそれか。法的には認められていませんが、二人は結ばれ子供を授かります。嘘だ。出なければ僕ここにいませんから。ほら、お父さん、運命は決まってるのよ。未来はあの自分の手で切り開いていくものであるから。して、その通りです。僕はその未来を変えるためにこの時代に来ました。二人が結婚し、僕とあの男が生まれる未来を。どういうこと？本当にどういうことなんだこれ。双子の兄でありながら未来に未来を汚す悪魔、あの悪の化身を許してはならない。だからあなた方二人が惹かれ合うのを見過ごすわけにはいかないんです。そんな惹かれ合ってないぞ。断じて俺は惹かれてないだろうな。そんなの無茶苦茶よ。たとえ未来のためとはいえ、私たちの仲を引き裂こうっていうの。母さん、これは仕方のないことなんだ。二人の愛はどうなるの。何勝手に両思いで設定してんだよ。たとえ世界を敵に回しても、私はお父さんと一緒になるわ。母さん、世界に勝って俺が味方じゃないんだってば。手を覚ましてくれ。いや、ユキコ大丈夫か。お父さん、手を挙げることはないだろう。何、母さんが分かってくれないから。そんなこと言ってたお母さん。指をしゃぶるな。ほら、私を見せると。なんて、仮に2000本譲ってお前が未来人だったとしてだ、俺とユキコが子供を作るなんてことは絶対にありえない。ひどい。なんで分かってくれないんだ。父さんはあなた方二人は放っておいても絶対にくっついてしまう運命なんだ。そんなことないって。そして2013年には僕とあの邪悪な兄が生まれてしまうんだ。もう来年じゃないか。だから兄によってお父さんが命を落とすのは確実なんだ。ちょっと俺死ぬのか。来年赤ん坊に。そして2038年、世界は、世界はどうなるんだ。その前に俺はどうなるんだ。目的は分かったわ。あなたはその邪悪な兄を産ませないためにこの時代に来た。そうです。お前飲み込み早くないか。そしてどうしようっていうの。私とお父さんに何をしようっていうの。正直に言うと、最初は母さんとくっつく前に父さんのことを殺すつもりでいました。そうなの。殺すって。だから通勤や帰宅の時にマークしていたのです。あれ、そういうことだったんだ。じゃあ、目があって微笑みかけてくれたのも殺意を悟られてはいけないから。ちょっと待って、俺あれ恋しちゃったじゃないか。どうしてくれんだよ。ごめんなさい。恥ずかしい。そっち殺す気だったのかよ。そんなのダメよ。僕だって辛い決断だったんです。でも2人はどんな方法を使ってもくっついてしまうから。お父さん、こいつはそういうやつだったんだよ。お父さんのことを愛してないんだよ。だってわからないんだ。え、確かに最初は殺すつもりでこの時代に来た。だけど生きてる時のお父さんに出会えたのが嬉しくて愛おしくて、気がついたらベッドの上で愛を確かめ合っていた。何がどうなってるんだ。そして僕は決めたんです。
父さんと一緒になることによって父さんと母さんが一緒になるのを防ごうって。お父さん、こいつは目的のためにお父さんと一緒になろうとしてるだけなの。違う、確かに未来のためっても考えた。でも今この瞬間タケトさんを愛しているんだ。とりあえず俺は今命を狙われてはないんだな。そんなのより私の愛の方が純粋よ。お父さん、私と一緒になってよ。いやでもお前は実の娘であって。どうせ実の子供じゃん。あ、本当だ。だったら女が私の方がいいじゃん。愛に性別は関係ないはずだ。僕と一緒になるべきだ。いや、まだまだ、本当にどうしたらいい。自分の気持ちに素直になればいいんだよ。僕たちは愛し合っていたじゃないですか、父さん。そこ父さんってとこが問題なんだってば。愛し合ってはいたけど、でも親子なんだろ。何を気にしてんの、世間ってバカって。俺は私とお父さんが結ばれないとこの人も邪悪な兄も生まれないんだよね。さっきから邪悪な兄って表現するから。一緒にならなかったらどうなるの。あなたはこの世界に存在できない。違う。その通りです。そしてユキコ、お前めちゃめちゃついてってるな。僕が生まれる可能性がなくなった瞬間、僕はこの世界から消えるでしょう。あなた、自分が消えてもいいの。構わない。未来を救えて、そして何より今この瞬間タケトさんと一緒にやれるのなら。そんなことっていいんです。お父さん、お父さんはそれでいいの。何がもう俺全然ついてきてねぞ。私のお父さんが一緒にならなかったら、うん、この人は消えてなくなるんだよ。そうなのか。お父さん、この人が消えてもいいの。それはお父さんがこの人、いや俊幸を好きなら私を選ぶしかないのよ。お前それ言ってて悲しくなるのか。いいの。私はお父さんの竹垣に竹立てかけられるなら私はそれでいいの。僕だって父さんが僕を選んでくれるんだったら消えたって構わない。お父さん、父さん、お願いします。お父さんを僕にください。どうしたらいいんだ。いやどっちを選んでもダメなはずだ。両方とも親子なわけで。いやでもどっちを選ばないとどの道息子は消えてしまうわけで。僕が、すまない。はい。お前は。ギャーグーギャー。何を言ったんだ。まさかタイムリープできるのか。お前は。ご機嫌うるわしゅう、お父様、お母様、弟がお世話になりました。まさか。どうも、邪悪な兄です。年寄りをどこにやった。ここにいるぜ。どうしようじゃねえ。これで邪魔者はいなくなった。さあ俺を埋め。そんな。どうした、親父が好きなんじゃないのか。ちょっと何、とうとう現れたな。まんまとこの時代なら貴様を逮捕できる。貴様タイムパトロール。年受けじゃなくなり、この世界でお前を逮捕する。まだまだ未来に潜伏した時、まだまだ未来に潜伏した甲斐があった。タイムゲートオープン。うわ、なんだこれ、座れねえ。うわー、これすごい。未来に戻っても、今度太陽の光を投げると思うなよ。座れねえ、これ。早く行けよ。終わった。あなたは騙してて済まなかったな、お嬢さん。これも未来の平和を守るためだ。許してほしい。いつから父とすり違ってたの。弟の年行きがこちらに来てすぐ、私は後を追い、君のお父さんと入れ替わった。じゃあ、お父さんはあの人と付き合ってなかったのね。それは私が捜査のためにやったことだ。本当のお父さんはどこに。安心してほしい、お父さんは無事だ。ここ数ヶ月の間、私と一緒に二人で幸せに暮らしている。え、ですからお願いします。